あやは高まなはら、やさは一緒だったからかもしれないんですけど、歌舞伎のね、音と、とっても何かよく似ているというか、シンクロして、そうですね、うん、わあ、今のそれが即興で出た音とはだから即興で歌ってたものっていうのは、まあ、どうなんでしょうか、わからないですけども、音楽って、やっぱりなんて言うんでしょうね、創作していくレベルってあって作品を作っていく段階でそこはもう即興になるわけですよ、うん、メロディーを自分で構築していくわけですよ、うん、だからその作り方っていうのが実は即興演奏なんですよ、うん、だからバッハみたいな体制家がいたけどあの方もどっちかというと演奏は即興だったんですよ。で低音部って足の重層低音部だけをある程度エッジングに決めてあとはもう中音高音っていうのは即興で演奏するっていう形が結構多かったんですよあの時代って。だから本来的には即興ってそんなに特別なことではないと思います、うん、ただやってない皆さんがやってないだけで、うん、だからそれをまたその曲にして残していくっていうのはなかなか大変なんですよ。すぐ譜面に書いたり、うん、でバッハみたいなああいう対局家は自分の息子が子供たちが付着してたんですよ。本にも書いてたんですけど厳密に書き残してたっていうのは子供らしいんですよ。じゃないとあんだけの曲数は書けないだろうっていうことなんですよ。絶えず絶えず作曲するっていうのは絶えず即興演奏していく段階で今はハードディスクレコーダーだとか、まあ、いろんなこういうカメラだとかあるんで起こせるけど昔はないわけじゃないですか。バロックの時代でやっぱりそういうシャフをして、行ったっていう形ですよね。でクラシックっていうのはまあ一説によるとそういう即興演奏から自由になるために譜面がどんどん発達していったんです、うん、即興演奏が嫌なんだ嫌になっちゃって即興演奏をやりすぎると今度即興演奏から自由になりたいと思うじゃないですか人間って。そうするときっちり決めたもんをやっていきたいっていう形ができてきたっていう説が、それは桜井さんがそういう説を言った。
調べました。短かった。でもなんとか漫才ってあるじゃないですか。うんうん。河内の漫才とか、美濃の漫才とかね、三河漫才とか、関東のこの辺も多分来てましたよね。この関所のあたりって。踊りは結構古いの残されてるけど、漫才もあったのかもしれない。なんかね、この群馬とか山梨だと、正月とかにその漫才師が来て、それこそ三河とかから来るんですけど、ね、縄張りが決まってて、一軒一軒回って漫才を喋って、お金をもらってみたいなことをね、やってたけど、あの漫才っていうのも、まあ、ストーリーの元は大体決まってるんですけど、結構即興で、それこそ鼓打ちながら、喋ってやったらしいですからね。最近までやってたみたいですよ、うん、戦前の本名、うん、でそういうのがほらまとまったらほらなんか落語みたいなもんが出る。落語だってすごいね、即興で喋ってたわけでしょ。それをある程度形にしてって残ってね、あるんだけど、なんとか師匠が話したのをみんな真似してるわけでしょ、うん、でもその最初の師匠はほとんど即興でわーって喋ってるから、即興の系譜っていうのが日本にはずっと歴史的にあるのかなっていう感じですね。あると思います。だから浪曲ありますよね。浪曲、浪曲、広沢虎三郎とかね、ああいういわゆる名人芸って言われているようなね、三味線弾け一丁で歌うたいがいて語りですよね。浪曲っていうのも実は型があるけど即興性も高いわけですよ。あれから間の取り方だと、ああいう和芸っていうのはもういわゆる即興性の高いものっていうのはやっぱ継承されないんですよ、うん、つまり自分がやってる即興性の高いものを弟子には伝えられないじゃないですか、うんうん、自分で作らなきゃなんないから、だから浪曲っていうのは実際にはその継承されていかなくなっちゃって、まあ、廃れちゃった。だからやっぱクラシックにしてもヨーロッパの欧米のクラシック音楽にしても日本の僕がやってきた長唄とかっていうのはきっちりと譜面化されて形が決まってるので継承化されていくと、即興性の高いものっていうのは継承化されにくいんですよ。難しいんですよ、難しいんですよ。だからで誰に教わるものでもないじゃないですか、そのアドリブって。だから役者さんで言えば森重久彌さんみたいな大役者さんは即興のアドリブの役者さんだって言われたらしいんですよ、うん、っていうのは台本は一回一通り見るんだけど全部もう台本を覚えないんですって。だから現場を行って、まあ、舞台監督とか役者さんのいろいろやり取りの中で即興で全部、生涯即興の役者さんですって、うん、森重久彌さんって、うん、時代の人ってそうなんですね。結構多かったんじゃない、ね、うん、かっちり決まってるものもあると思うんですよ。歌舞伎みたいにも、歌舞伎なんかは今はもう全く自分のセリフってないから、うん、全部その江戸言葉を覚えてね、行くわけですよ。知らざいって聞かせしようとかずっと浜の五右衛門のとか決まったセリフを全部自分のものにしていくわけだけど、本来的にはそういうのは即興性の高いアドリブ性の高いものが自由自在に出現してその作品がどんどんこう発達していった。だから作品が発達し、その作品が発達、その文化が発達してる時っていうのは即興性が高いわけですよ、ほとんど。新しいものを生みやすい、絶えず新しいものを創造的にこうクリエイティブに作品を作るには即興性の高いものが一番早く作れるわけですよ。発達させていくと裾野が広がっていく。だからさっきのおっしゃってた漫才の話でも、ああいうものもきっと、ね、三河漫才ってね、有名ですよね。漫才って言っても我々が知ってるいわゆる吉本興業の漫才と全然違うんですね。あの漫才っていうのは本当にこうなんて言うんでしょうね、ああいうサンバ層みたいな格好してね、
すごい縁起のいい格好をして、うん、片割れが骨つに打って、片一方は扇子を持ってこうしゃべる、和芸でしゃべったり、踊ったり、いろんなことを やったらしいんですけど、ほとんど廃れちゃったんですね、今残ってないですよ、漫才でね。結構でも日本の伝統芸能なんかのひな形なんですよね、漫才っていうのは。ひな形らしいんですよ。だけど、ああいうものっていうのは継承化されていかないんですね。だから、そういうものをやっぱり、あの古典をやる人もやっぱり遡って、あのなんていうか自分なりにね、やっていくと、日本の文化っていうか古典的なものってもっと広がると思うんですよ。今の形よりももっともっとこう、今の時代を吸収しやすくなる。そういう柔軟な感性を持つといいんですよ。洋楽の人は結構多いんですよ。即興性の高い人たちが。和楽器の人って実に少ないんですよ。逆になっちゃった。だからやっぱり和楽器の人たちも即興性の高いものを学んでいかないと、なんかこうやっててあれかなっていうね。万葉殿は足柄漫才。金太郎のね、やっぱり金太郎の話を足柄漫才でね、受けると思います。足柄漫才ね。次はね、長唄のね、曲をちょっと選んでますね。あの、この万葉殿でも、あのやっぱり火を使われたりもするでしょうしね、手打ちでね、うどん打ったりするから、やっぱりそういった ね、温度とかそういうね、いろいろ大変でしょうしね。野球はいつも違いますね。でしょ、一つのものを求めてるんですけど、ね、毎日違うもんね。毎日ね、近いものしかできないですね。はい、近いものしかできない、ね。だから手作りのもんってみんなそうですよね。だからまさにだからそれが要するに毎日違うものにできるっていうのは僕の三味線の即興音楽と同じなんですよ。微妙に言えばだからうどんみたい。うどんみたいな。ちょっと強引に食べた感じですね。なんかこう微妙に違ってくる。じゃあ次のね、行きましょうかね。じゃあ